皆さんこんにちは、くみきこと船山くみこでーす。今日はですね、新生活もこれから始まるということで、ちょっとしたお土産で渡せるようなパックを紹介していきたいと思います。日によって使うものっていうのを、選んでるんですけど、まずはじめに分かりやすいようにおすすめをチャートにまとめてみました。こちらです。基本的に、ハリ、毛穴、トーンアップ、鎮静でチャートを作ってみました。私が今すごく気になっているその4点になってるんですけど、毛穴はね、やっぱりマスクを使うことによって毛穴悩みってすごい増えた方も多いと思うんですよ。だけど保湿することによってすごくその悩みって減るんだなって気づいたのと、日常的に使うことによって肌の、揺らぎっていうのを改善できるんだなっていうのも気づいたので、で、トーンアップもその中でもすごく増したよっていうアイテムもあったので、それも紹介してます。で、あとは新しくね、ビーガンコスメっていうのですごく肌にも、自然にも優しいっていうバッグもあったので、それも紹介しています。で、あとはやっぱりスペシャルケアラインもいくつか紹介してるんですけど、お買い得なアイテムでもすごくこれは使えるっていうのも紹介しております。という感じで、じゃあ一つずつ説明していきましょう。じゃあまず、こちら。じゃん。韓国のパックなんですけど、これは炭酸パックになっていて、私が行っているスパリュクスっていうところで買ってます。開けて使ってみると、ちょっとシュワシュワってなるんですよ。トーンアップするっていうのと、毛穴がめちゃくちゃ引き締まります。はい、続いてはこちら、ルルルンオーガニックの T3 です。鎮静効果もありますし、保湿効果もありますし、オイルも配合されてるので、すごいツヤっとした感じにもなって、バランスのいい、綺麗な肌に導いてくれます。5枚入って1200円とかだから、プレゼントにも渡しやすいのかなって思います。続いては、じゃん、ハクスリーです。おすすめだよって言われて、ネットで買ったんですけど、この下の美容液をくるくるくるって回して、シートに染み込ませていくんですよ。なので、新鮮な状態で、調合されるので、美容成分の効果が高くなってます。ちょっとお値段はするので、私は気合い入れたいなっていう時に使ってます。そして、じゃらん、ファミュのドリームグローマスクです。なんと、首までマスクできるタイプができたんですよ。出たんですよ。首のシワが気になってきたなとかってあるじゃないですか。パッケージもね、すごく可愛いんですよ。で、コスメキッチンとかで買えるんですけど、値段も5000円ちょっととかなのかな。だから本当にちょっとプレゼントとかにしやすいのかなって思います。続いて、じゃん！ルルルーンのオリーブオイルで作られた小豆島？お豆島ちょうど島のオリーブオイルで作られたパックなんですけど、めちゃくちゃ保湿がされて、和三盆の蜂蜜とか酒粕の成分も入ってるので、すごくやっぱり肌を自然に活性化させてくれる感じですね。5枚入りで1500円、割とリーズナブルに買えるので良いのかなと思います。続いて、じゃん！シカペアのマスクですね。ドクタージャルトの。これはね、ファンの子からね、クミッキー鎮静すごい押してたから、これおすすめだよって言われて、すぐ楽天で買ったんですよ。本当に実際に使ってみると、炎症が収まったので、私前回のスキンケアの動画で、ハトムギの化粧水でコットンパックしてるよって言ってたんですけど、そのハトムギかけた後に私は使ってます。そして、じゃん、こちら。これ、ミラリのモアバランスっていうので、まだね、出たばっかりのブランドなんですけど、インスタグラムでもこれ紹介してるんですけど、パッケージも可愛いので、プレゼントにもすごく喜ばれるし、自分の心もお肌もリラックスしてあげようって時におすすめしたいパックです。はい、じゃあというわけで、この中で、今おすすめな第3位、その時のコンディションによっても変わるんですけど、私が今これは最高ですって思っている3つはちょっとこの後実際に使ってるのを紹介していきたいと思います。今日はちょっと赤みが出てますね。じゃあシカペアのパックを使っていきます。これはね、鎮静効果がめちゃくちゃ高いですよって言ったパックになっていて、シートはね割と薄めなんですけど、たっぷり美容液は入っている感じです。
フィルムがあるので剥がしてあげて、ピタピタっと、という感じで、だいたい今15分ぐらい。おお、赤みも引きましたね。保湿もしっかりされるので、めちゃくちゃいい感じです。おはようございます。今日はルルルンのパック使ってみたいと思います。プルンプルンです。結構とろみのある美容液がつわっぷりついております。シートの厚さは薄くも厚くもない程よい感じで、結構ねトロトロする、こういう感じで。じゃあ取っていきます。トゥルルーン。おお、すっごい保湿、ハリとトーンアップが叶ったんじゃないかなと思います。はい、そして本日はミラリのモアバランスフェイシャルトリートメントマスクを使っていきます。花粉とお風呂上がりで乾燥ですごいことになってます。結構ねとろみのある質感になってて、マスクが 100% 天然素材で作られておりまして、このマスクはちょっと凹凸があるタイプですね。こういう風にポコポコしております。とろーっとした美容液がたっぷりついております。香りがねいいんですよ。で、あとマスクがね、私的にはちょうどいいサイズだなっていう印象です。では剥がしていきたいと思います。てるー、見てツヤツヤ、透明感とハリと沈静はね、前のやつに比べるとまだちょっと残ってる感はあるけど、肌が生き返りました。柔らかくなりましたね、肌が。で、この後にちょっとクリームをのせていって整えたいと思います。はい、というわけでいかがだったでしょうか。チャートでも分けたと思うんですけど、その時の肌に合ったものを使ってあげるっていうのもすごい重要だなと思ったので、よかったら皆さんもの参考になったらと思います。そしてね、ほんとパックはたくさん持ってても実際自分がもらっても嬉しいじゃないですか。ですし、男性から女性にパックを渡すのってすごいスマートだなって最近感じるようになったので、ちょっとしたスキンケアに一工程パックを入れて、また明日からも頑張りましょうということで、今日も皆さん見てくれてありがとうございました。よかったよって思う方はグッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もよかったらよろしくお願いします。というわけで、また YouTube でお会いしましょう。バイバーイ。